27日の17時17分に満月を迎えます。2月の満月はスノームーンと呼ばれます。今夜スノームーンが見られるのかどうか見ていきましょう。まずはこちらひまわり8号の衛星画像となっております。9時40分時点での雲の様子見ていきますと、南にあります前線の北側に雲が広がり、西日本東日本晴れているんですが薄雲が広がりやすくなっております。西日本エリアは特にこの後も薄雲が出やすくなるので、お月様は雲の隙間からもしくはおぼろ月となるところが多くなりそうです。北日本は冬型の気圧配置になっているので現在日本海側中心に雲がかかっています。ただこの後高気圧が進んできますので北日本は天気回復、夜には晴れるところが多くなりお月様を見ることができそうです。では今夜の満月見えるかなマップを見ていきましょう。さあ今日は広範囲でバッチリ見えるというオレンジ色の範囲になっていますね。湿った空気が流れ込みやすい南西諸島は難しそう、そして薄雲が広がりやすい西日本方面も難しそう、もしくはチャンスありというところが多くなっています。ただ今夜は綺麗に満月が見られるところが多くなりますので、ぜひ夜空を眺めてみてください。ウェザーニュースライブでは今夜中継も行っていきます。富士山のふもとから中継を行っていきます。パール富士スノームーンライブカメラです。17時からライブカメラ配信いたしますので、ぜひこちらもご覧ください。今夜の満月の情報をお伝えしていきました。